今日は韓国のスーパーでこの甘辛く味付けされた鶏肉を買ってきたんで、ちょっとチーズタッカルビを作りたいと思います。で、チーズタッカルビに合わせて韓国人の好きなチュモクパブっていうちょっと海苔を混ぜ込んだおにぎりみたいなのも一緒に食べます。材料はまずチーズタッカルビの味付けされた鶏肉と長ネギとチーズです。で、チュモクパブはこのチュモクパブ用の専用の海苔があるんですよ。だからこれとご飯とごまです。ではまずチュモクパブから作っていきます。ここにごまも混ぜます。混ぜご飯美味しそうにできました。では今から丸めていきます。落ちた。うわ、飛んでる。もう綺麗ですよ。台はすごい綺麗です。サイズがちょっと小さめの方が一口サイズでポンポン食べれて美味しいんですよ。1個これぐらいのサイズで作っていきます。できた。もうしんどっ。めっちゃ時間かかった。こんな感じで全部丸く握り切りました。じゃあ今からこのホットプレートでこのチーズタッカルビ作っていきます。っていうかね、ここ穴が開いててね、もうちょっとさっきから漏れ、うわっ、もうすっごい漏れまくりなんですよ。うわー、ちょっとやばい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 。もういつから穴取ったんって感じ。これ買った時からかな。もうほんまにびっくりした。あ、そうや、先にネギ入れないかんね。ちょっと先にネギ炒めていきます。やだ、これどうしよう。ずっと漏れよる。ネギにある程度火が通ったようなんで、もうこれ入れていきます。味付けの鶏肉です。ここもう通りで漏れるはずやん。これ穴開きすぎやろ。びっくりするぐらいでっかい穴が。なんかすごく美味しそうな音と香りがしてます。で、一旦火が通るまで蓋をしておきます。うーわ、やっぱめっちゃ美味しそう。お肉っていうかね、香りがすごい。いやだ、もうすぐこうなる。あー、もうベタベタや。ここよし、多分火が通ったと思います。これをね、こっちの右半分まで持っていきます。で、チーズのスペースを空けます。そしてこの空いた部分にまずチュモクパブを入れます。どうしよう、どっちにしようかな。こうかな。そしてこの部分にチーズ入れていきます。このチーズが出てこない。っていうか少な、チーズこんだけなん。ちょっともっと足そうかな。チーズ思いっきり足しました。はい、チーズ溶けきりました。じゃあ今から食べていきます。すごい美味しそう。こんな感じでチーズとろとろ、チュモクパブもいい感じですね。で、鶏肉、チーズタッカルビです、これが。そしてこのタンムジも一緒に食べていきます。いただきます。やばい、すごい美味しそう。どうしよう。じゃあまずチーズつけて食べます。ほら、これこれこれ、これがね、チーズタッカルビです。取りにくいな。うん、まっ、めっちゃ美味しい、美味しい。やばい、やばい、チーズ美味しい。っていうか鶏肉の味付けも最高。私がしたんじゃないですけど、これスーパーで買った味付けのお肉です。やばい、最高や。そしてこれ韓国ではこういうチーズタッカルビのこういうメニュー出るお店いっぱいあります。わざわざ家でしなくてもいいんですけど、家で食べるのもたまには楽しいです。自分好みにいろいろアレンジできます。そしてこのチュモクパブ、これね、このおにぎりもこうやって一緒に絡めて食べてもすごい美味しいです。こんな感じで、うわ、うまっ、おいしい、めっちゃおいしい。熱気が、
やばい、チーズ美味しすぎる。あっ、この海苔のご飯もすっごい美味しい。これがね、辛いものと合うんですよ、この海苔を入れたご飯。この中にトッポキっていうその韓国の長細いお餅、あれを混ぜ込んでもすごい美味しいんですよ。トロトロのチーズともちもちのお餅、最高に合います。このチーズタッカルビ、こうチーズ入れて、樹木パブ入れて、この鶏肉タッカルビ入れてっていうメニューで、こうフットプレートで一人でこう食べるっていうのを、韓国の YouTuber の人も結構やってます。私結構それ見て今日やろうかなと思ってやったんですけど、美味しいです。でもすごい美味しいこれ。でもダメだ、さすがに苦しい。ちょっと量が多かったっていうか、結構多かったです。これでも後でこのまま蓋して置いといたら、またチーズ入れて樹木パブ足してまた食べれるんで、ちょっとこのまままた後で食べます。辛いもの好きな人はこのメニュー日本でも簡単にできると思うんで、やってみたらいいかもしれないです。これは多分ごま油とごまと海苔とを混ぜ合わせてギュッギュッってやったらもう簡単にできると思うんで、専用のやつなくてもできると思います。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。